レージョン・ロンド、ラジョン・ピエール・ロンド、ラジョン・ピエール・ロンド、1986年2月22日イ、は、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身のバスケットボール選手、NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。高校は、ルイビルのイースタン高校とオークヒル・アカデミー高校で、プレーマクドナルド選出のオールアメリカンチームなどに選ばれ、 マイケル・ジョーダンが主催するジョーデインキャパトルクラシックゲームにも参加した。また1試合に31アシストという驚異的な数字も残している。大学はケンタッキー大学に進学。2年目の2005から06シーズンにはサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれ、またアメリカ代表として U-21 世界選手権に出場した。 2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたロンドはフェニックスサンズから1巡目21位指名を受けるがその後ボストンセルティックスにトレードされたルーキーシーズンの2006から07シーズンはセバスチャンテルフェアデロンテウエストに次ぐ実質3番手ポイントガードとして開幕したがテリフェアの不調もあってシーズン中盤から出場時間増え18連敗の泥沼状態に あえでいたチームを支えた。6.4得点3.8アシスト1.6。スティールのアベレージを残して、オールルーキーセカンドチームに選出された。このオフに、セルティックスは2つの重要なトレードを行い、レイアレンとケビン・ガーネットの獲得のため、テルフィアとウェストが相次いでチームを離れ、セルティックスには純粋なポイントガードがロンドのみとなった。 2007から08シーズン開幕前は、ポイントガードであるロンドが、チームの弱点であると評価する声もあったが、シーズン開幕後、ポール・ピアース、ガーネット、アレンダ・ビッグスリーと共に、チームの快進撃を支え、多くのスタッツで、キャリアハイの成績を残した。プレーオフでも、アトランタホークスのマイク・ビビーや、デトロイト・ピストンズのチャウンシー・ビラップスといった、 ベテラン PG 相手に堂々と当たり合い度胸の良さを見せた。NBA ファイナルでは足を負傷し出場時間が減少したが、第6戦では21得点、7リバウンド、8アシスト、6スティールというパフォーマンスを披露し、キャリア2年目にしてチャンピオンリングを獲得した。2008から09シーズンはトリプルダブルを2回達成し、平均11.9得点、5.2リバウンド、 8.2アシスト、1.9スティールを記録し、オールディフェンシブセカンドチームに選ばれ大きく成長したシーズン取った。連覇をかけたプレーオフではトリプルダブルを3回達成し、平均16.9得点、9.7リバウンド、9.8アシスト、2.5スティールとトリプルダブルに近い、驚異的な成績を残しチームを引っ張ったが、チームはガーネット、 レオン・ポーを書いており海回戦のブルズとの長期戦の疲れもあり、カンファレンスセミファイナルで敗退した。2009から10シーズン、ロンドは躍進を続け、初めてオールスターゲームにリザーブとして選出された。チームの成績はシーズンを50勝32敗で、イースト4位とここ3年では最低の成績であったものの、ロンドは平均2.3スティールで、初のスティール王に輝き、 アシストもリーグ4位の成績であった。また、総アシスト数794と、総スティール数189は、セルティックスのチーム最多期となった。2012から13シーズンは、自己最多の1試合平均13.7得点、11.1アシスト、5.6リバウンドをマークし、アシストランキングは、リーグトップだった。しかし2013年1月25日の、 アトランタホークス戦で、右膝の全十字人体断裂の怪我を負ったため、シーズンの残り全試合を欠場することになった。2014年12月18日、ジャミー・アネルソンらとの交換トレードで、ダラス・マーベリックスに移籍。2015年7月3日、サクラメント・キングスと1年契約を結んだ。2016年7月3日、 シカゴブルズと2年2800万ドルで契約した。2017年7月1日、ブルズはチームオプションを破棄し、解雇。15日にニューオーリンズペリカンズと1年契約で合意した。2018年のプレイオフ1回戦、対ポートランドトレイルブレイザーズの初戦で、チーム記録となる17アシストを記録。試合は97から95で勝利した。 第2戦目で16得点、10リバウンド、9アシストを記録、試合は111から102で勝利した。高い運動能力を備えたスラッシャータイプのポイントガード、ポイントガードながらインサイドプレイヤーと張り合ってリバウンドを獲得しトリプルダブルを記録する。豊富な跳躍力でダンクシュートを叩き込み、ティップインも決める。 セルティックスのビッグ3形成の際は、これまでチームの成 PG ではなかった。彼が不安要素に数えられたが、現在はリーグ屈指のパサーであり、チームになくてはならない存在となった。リーダーシップが強く、価値気な性格で、デビュー2年目に、スターターに定着するや早くも、ビッグ3にもひるまず、大声で怒鳴り散らしながら、指示を出していたとポールピアースは語っている。 歯に衣着せぬ物言いも、有言実行で周囲を黙らせるだけの凄みが彼にはあると言い,い、それが、レイ・アレンとの確執を生み出した。もっとも2016年にアレンが引退を表明したときは、ロンドはアレンに賞賛と選別の賛辞を送っている。その反面、オフコートでは寡黙でひょうひょうとしているとのことだが、勝ち気で我の強い性格が災いし、2014年に、 ガラスマーベリックスに放出されて、こう、首脳陣やチームメイトとの衝突が絶えず、一年ごとに移籍を繰り返すジャーニーマンと化している。もともとディフェンス面に定評のある選手で、長いウィングスパンも利用し一試合平均に、スティール以上を稼ぎ1996から97シーズンに、リックフォックスが作ったセルティックスのスティール記録を009から10シーズンに更新した。 だが、ジャンプショットやフリースローに不安があり、改善が求められている。スタイルイコールテキスト、アライン、センター2014から15系。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。